ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ピチピチ、ピチピチ。どうしたんだ霊夢？今、酒ダイエットをしているのよ。川を登っている酒の運動をしたら、どんどん痩せそうなのよ。気持ち悪いんだぜ。ふう、今日は酒を食べてタンパク質補給よ。そうか、酒はタンパク質以外にも嬉しい成分が含まれているんだぜ。そうなの、じゃあ酒の栄養について解説してちょうだい。わかったぜ霊夢。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回は酒の栄養について解説するぜ。酒って皮も美味しいわよね。酒は酒目酒か酒属の魚で、タンパクな白身魚なんだぜ。え、酒って切り身が赤いから白身じゃなくて赤身の魚じゃないの？そう思うよな。実は酒の赤色はアスタキサンチンという赤色の成分で、この成分を含んだプランクトンを食べることで身が赤くなっているんだ。そしてこのアスタキサンチンにはすごい健康効果があるから、栄養の解説で詳しく解説するぜ。ちなみに酒の卵であるイクラが赤いのもアスタキサンチンが影響しているんだ。へぇ、そうなのね。じゃあ酒って白身の高タンパク低カロリーの魚だったのね。酒の生息域は北太平洋や北極海周辺なんだ。酒は川で生まれると多くが川から海に出て、プランクトンなどを食べて体に栄養を蓄えるんだ。そして産卵の時期になると川に登るためか、筋肉質な白身の魚だと思うんだぜ。あ、ところで鮭とサーモンってどう違うのかしら？そうだな、それじゃあ鮭とサーモンの違いを解説するぜ。サーモンはトラウトサーモンの略称で、トラウトはマスという意味なんだ。そんなわけで分類の違いで見ると、鮭は鮭目鮭か鮭属で、サーモンは鮭目鮭かは同じなんだが、そこからの鮭属以外の魚の総称であるマスに分類されるんだ。サケとサーモンは生態も違う魚で、サケは海に出るのに対し、サーモンは淡水魚なんだ。それで霊夢、サケは生で食べないが、サーモンは生で食べるよな。そうね、サーモンのお寿司は見たことあるけど、サケのお寿司は見たことないわね。実はサケが食べるオキアミはアニサキスを食べることがあり、そんなオキアミをサケが食べると、サケがアニサキスに寄生されるんだ。そしてそのサケを人間が生で食べると、アニサキスが胃の中で暴れて腹痛で苦しんでしまうんだ。いやあ、聞いただけでお腹が痛くなってきたわ。しかしサーモンの場合、養殖することが可能で、餌や健康状態を管理することで寄生虫のいないサーモンになるんだ。そうなのね、養殖技術のおかげで生のサーモンが食べれるのね。でも魚の切り身に電気を流してアニサキスを死滅させる技術があるので、もしかしたら近い将来鮭を生で食べれるかもしれないぜ。え、生の鮭も食べてみたいわ。マリサ一緒に長生きするわよ。霊夢なら長生きしそうなんだぜ。それ以外の違いだと、大きさは鮭が大きくサーモンが小さいんだぜ。鮭と言ったら塩焼きね、早く食べたいわ。そうだな、他には鍋やすり身にしたり、スモークサーモンやふりかけ、お茶漬けでも食べるよな。鮭フレークもあるわね、骨がないからご飯に乗せるだけで、美味しく食べれるわよ。鮭の漁獲量日本一は北海道で全体の 85% を占めているんだ。しかし、日本の漁獲量は昔と比べて減っていて、地球温暖化などで海水温が上昇したのが原因だとされているんだ。そんなわけで、鮭の漁獲からサーモンの養殖に変えるところもあり、鮭よりもサーモンの方が需要があるため、これからは鮭よりもサーモンを食べる機会が多くなるかもしれないな。次は鮭の栄養について解説するぜ。はい、マリサ先生。鮭一切れ、だいたい 80g あたりのカロリーは 106kcal、 タンパク質は 17.8g、 脂質は 3.2g、 炭水化物は 0g だぜ。白身魚だから高タンパク低カロリーね。そうだな、タンパク質は筋肉だけではなく、内臓、皮膚などの体の組織を作っている栄養素なので、ぜひ鮭を食べてタンパク質補給をしてほしいんだぜ。少ない脂質に関しては DHA と EPA が含まれているんだ。まず DHA は脳に含まれている脂質で、脳の神経や機能を正常に保つ働きがあるんだ。EPA は中性脂肪をエネルギーに変えやすくする体質にしてくれ、血液をサラサラにしてくれる効果があるんだ。鮭の脂質は頭を良くして血液サラサラ。鮭以外にも脂質の多い魚に DHA、EPA が多く含まれているんだぜ。サバ、イワシ、アジ、サンマなどの青魚に多いんだぜ。ビタミンに関しては、カルシウムとリンの吸収率を高めるビタミン D、 アルコールを分解するナイアシン、タンパク質の代謝に関わるビタミン B6、 尿酸とともに赤血球を作るビタミン B12、 タンパク質、脂質、炭水化物の代謝を助けるパントテン酸が多く含まれているんだ。
ミネラルに関しては骨と歯の形成に関わるリン、生体内の過酸化脂質を分解するセレンが多く含まれていて、それ以外のミネラルは少しずつ含まれているんだ。ちなみに鮭の皮は栄養豊富で DHA、EPA、ビタミン E、カルシウムが身よりも多く含まれているから食べないともったいないんだぜ。パリッとした皮は美味しいからいくらでもいけるわよ。次は鮭に含まれている体にいい成分について解説するぜ。それはアスタキサンチンだぜ。アスタキサンチンは解説の冒頭で出てきた鮭が食べるプランクトンに含まれている赤い色素のことで、鮭以外にもエビやカニにも含まれている成分なんだ。そんなアスタキサンチンには強力な抗酸化作用があり、体内で生まれた余分な活性酸素を除去して、体を活性酸素から守り生活習慣病や老化を予防してくれるんだ。そしてアスタキサンチンの抗酸化作用は β カロテンの5倍、ビタミン E の1000倍、ビタミン C の6000倍もあるんだ。え、すごいじゃない。どうしてそんなに抗酸化作用が強いのかしら？なぜこんなにも抗酸化作用があるのかというと、細胞の中で最も活性酸素のダメージを受けやすいところは、細胞を脂質の膜で包んでいる細胞膜なんだ。それで β カロテンは細胞膜の中で抗酸化作用が働き、ビタミン E は細胞膜の内側で働くんだぜ。アスタキサンチンの場合は細胞膜の中と細胞膜の内側の両方で、抗酸化作用が働くんだ。そのため他の栄養素よりも抗酸化作用が強いんだ。アスタキサンチンは働き者なのね。またアスタキサンチンは血液脳関門を通ることができるんだ。血液脳関門、何なのかしら？血液脳関門とは脳の中に重要な栄養素しか通れないようにする機能なんだ。この血液脳関門は β カロテン、ビタミン C、E は通ることができないんだ。ただし体内で使うことができない酸化型ビタミン C は、脳のエネルギー源のブドウ糖と構造が近いので通ることができるんだぜ。これら3つの抗酸化物質が血液脳関門を通ることができなければ、脳が活性酸素からのダメージを多く受けてしまうんだ。でもアスタキサンチンが血液脳関門を通って、脳で生まれた活性酸素を除去してくれるのね。そうだぜ、脳で除去しにくい活性酸素が減ると脳卒中やアルツハイマー病などの脳の病気の予防になるんだぜ。次にアスタキサンチンには疲労回復効果があり、肉体的疲労と精神的疲労の両方を回復してくれるんだ。肉体的疲労の原因の一つに体の中で作り出すエネルギー不足があるんだ。人間は基本的に糖質と脂質をエネルギーにしているんだが、糖質はすぐエネルギーになるんだが長時間エネルギーを作り出すことができないんだ。しかし脂質の場合は長時間エネルギーを作り出すことができるので、脂質で多くのエネルギーを作り出すと、長時間動いても疲れにくい体になるんだ。そしてアスタキサンチンは糖質よりも脂質を優先的にエネルギーにする働きがあり、糖質を節約しながら脂質をエネルギーにしてくれるんだ。じゃあダイエットで脂肪をエネルギーに変えて、長く運動ができるわね。精神的疲労を回復する理由も肉体的疲労に似ていて、アスタキサンチンが脂質で作られる脳のエネルギーを多くすることで、脳で使うブドウ糖を節約してくれるんだ。その結果、脳がブドウ糖不足による精神的疲労を和らげてくれるんだぜ。またアスタキサンチンが脳の血流を良くしたり、脳の神経を活性酸素から守ったりで、精神的疲労を和らげたりしてくれるんだ。そんなわけで陸上の長距離選手や山道を走るトレイルランナーの中には、アスタキサンチンのサプリメントを摂取している人もいるんだぜ。アスタキサンチンは体も脳もリフレッシュしてくれるのね。そして最後にアスタキサンチンは肌をきれいにしてくれる効果があるんだぜ。アスタキサンチンによる強力な抗酸化作用により、紫外線を浴びた肌から生まれた活性酸素を除去してくれ、シミやそばかすを防いでくれるんだぜ。また保水効果もあり肌の潤いも保ってくれるんだ。アスタキサンチンには抗酸化作用で体、脳、肌を守ってくれたり、脂質からいっぱいエネルギーを作り出して疲労回復してくれるのね。ちなみにサーモンのピンク色も鮭と同じく、アスタキサンチンによるものなので、サーモンにも同様の効果があるんだぜ。私、サーモンのお寿司大好きだから嬉しいわ。次は鮭の選び方、保存方法について解説するぜ。鮭は腹の身と皮の間にある白い脂が多いと、脂が乗って美味しいんだぜ。油ね、方法。なんだか霊夢は勘違いしてそうだな。え、鮭ってさばかれる前はこんな感じで頭や尻尾がついてるよね。全く違うんだぜ霊夢。子供の頃のチャンネル主は霊夢のように勘違いしてるから解説するんだぜ。鮭のよく見る切り身は、胴体を輪切りにしたものを半分にしたものなんだ。それで鮭の背中の皮は黒に近く、腹は白に近いので、切り身の皮が白いと、そこが腹の部分なんだ。あ、そういうことだったのね。鮭みたいな大きな魚を。
小さい魚のようにさばいたら大きい切り身になるから、輪切りにした方が便利ね。さらに鮭の白い筋が多いものも脂が乗っている証拠なんだ。しかし骨の周りに赤い血があるものは、時間が経過して血が酸化しているので、鮮度が落ちているんだ。また鮭から血の混ざった汁が出ている場合も鮮度が落ちているので、そういった鮭も選ばない方がいいんだ。鮭を保存する場合塩を振って5分置き、キッチンペーパーで水気を取って、空気が入らないようにラップに包んで保存袋に入れて冷蔵庫に保存するといいんだ。塩鮭の場合はすでに塩がついているので、塩を振る工程を飛ばして保存できるぜ。冷凍する場合は塩以外にも鮭も一緒に振りかけて、それ以外の工程は冷蔵と同じようにするんだ。ここまでのご視聴ありがとうございます。ありがとうなんだぜ。もしこの動画が面白かったらチャンネル登録していってね。登録すると新しい動画を見つけやすくなるわよ。ベル通知をすると通知が来て便利だぜ。高評価ボタンを押すとチャンネル主が喜ぶわよ。鮭の解説を聞いたら鮭ダイエットをしたくなってきたわ。ピチ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 。うわぁ、また突然変な動きを。もうマリサも、鮭ダイエットしないと、太っちゃうわよ。私は小食だから大丈夫なんだぜ。もうマリサったら、全然アクティブじゃないわね。ピチ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 。アニ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 。タケ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 。なり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 。チチチチチ。さあマリサも一緒に。みんなが言うなら。ピチ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 。いい調子よマリサ。ピチピチ、はぁ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 、もうダメだぜー。ああ、マリサちんは運動不足あに。ピチピチ、ピチピチ、だぜだぜ、だぜだぜ。大変です。ご友人が泡を吹いてピチピチしています。じゃあ、マリサー。